one. どうも、こんにちは。うおとうございました。昨日から、あの、ガンの数字て、していて、あの、あらかじめ、あの、また、リモートの感じうしていただいて、それでは、

十万の句の仏道を過ぎて世界あり名付けて極楽というその度に仏増します阿弥陀と申す今現に増しまして法を解きたもと」。

秋のお彼岸の法要のご縁をいただいております。えー、ただいま、これ、奈良県からリモートで、えー、ご一緒にご縁を頂戴しております。高田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まこのような機能も申し上げましたですが、 コロナ禍によりまあこんな法要のやり方がどんどん進んでくるんだということをこの度京泉、えー、寺様のご住職様のお計らいによりましてまあ慣れないこといろいろあるんですけどもまあご一緒にですねこれもまあもう避けられないことでございますので。 ご一緒にこれもご縁として、えー、頂戴してまいりたいと思うことでございます。今、あの、画面に、お彼岸というふうに出ておると思います。お彼岸って出ておりますね。はい。はい。お彼岸でございます。この、かの騎士というふうに書いておりますが、かの騎士といいますのは、 あ,ーあちらの騎士でございます。あちらの騎士というのは、阿弥陀様の世界、お悟りの世界、お浄土のことでございます。えー、あるいは今、皆様、仏説阿弥陀教というふうに、ご遠奏様とご一緒に皆様、お務めをなさいましたが、 あの中に今画面に出ております、くえ一生」というお言葉も先ほどお勤め皆さんなさったんです。いや、覚えておられないかも分かりませんが、またお時間のあるときに阿弥陀経さんを一文字ずつ覆っていただきますと、今画面に出ております、くえ一生」というお言葉がございます。これどういう意味かと申しますと、 同じお浄土で会わせていただきますということであります。どなたと会うんですかこの世で先に別れた上の方々、親、祖父母、あるいはこの世ではお目にかかったことのないご先祖ということもあるかもしれません。あるいはすでに今、配偶者の方であったり、 ご兄弟と別れておられるという方も今この中にはいらっしゃるかもわかりませんし、また子供さんや孫さんとのお別れをすでに経験しておられる方もいらっしゃるかもわかりませんが、そんな方々と共にお浄土で出会わせていただける。そういう境外をこれ今画面に出ております。くえいッしょという お悟りの境外、お浄土のことなんです。で、私たちはこの世で別れたあの方どうしているかなというふうに思いを致さずにはおれないわけであります。ですけれども、実はお浄土の方から今、この私たちがですね、お浄土の方から私たち実は逆に願われているんです。 画面にスライドに出ておりますように、今こうしてご一緒に講演、講座をね、のご縁をいただいております私たち一人一人に向けて、あなたが、ね、あなたこそお浄土に生まれてくださいよと、我々一人一人願われているんです。願われている世界であります。 ちょっと話は <laughs>、ちょっと横にそれますがね、今、あのこう地図が出ていると思うんですが、今、あの本当に本当にも嘘も何もないんですが、あの奈良県から今こう、インターネットで皆さんにご覧をいただいているんです。まあ、奈良県ってどこかいなというと、 い今画面に出ているようななところなんですねそれからまあ有名なのはこれは奈良の大仏と言われるところでどうでしょうかまあ、えー、九州う長崎の方々ですとひょっとしたら中学校かなんか修学旅行とかでね京都ならひょっとしたらおいでくださる方もまあ今コロナはなかなか難しいのかな。 まあおいでくださったりするかもしれませんし、えー、あるいは <laughs>、これはですね <laughs>、まあまあ、あ、裏のこの後ろのお堂の中にあの大仏さんがいらっしゃるんですが、手前、これ、まあね奈良の鹿というのがひょっとしたら有名かもわかりません。まあ、こんな大仏さんとこからは、まあ私のお寺自体は、ちょっとまあ20キロぐらい離れていることになるんです。 で今画面に「蓮如上人」というふうに画面に出させていただいたのはですねあの私たち浄土真宗です浄土真宗のを開,か開かれた開祖宗祖は親鸞上人ですね親鸞上人から数えて、えー、8代目の 方がこの連尿商人なんですで皆様が今座っておいでになって中央に如来様を仰ぎ見て左側に、えー、お寿司でしょうかねいらっしゃるのが蓮如様なんです。で、えー、日本の歴史で言いますと、まあ、1400何年とかいうぐらいのですね室町時代に お出になった方なんです。で、あの、この、蓮ん様がですね、あの、そのご障害の間に、こんな出来事がありました。あるいは、こんなことをおっしゃいました。なんていう、蓮ん様の蓮んに商人の、まあ、言ったこと、なさったこと、そういうことがですね、出来事が、 まとめられた書物が今画面に出ておってねちょっと漢字ばっかりで難しく感じるかもしれませんがこれはお書物の名前ですのでまあざっと見ていただいたらいいんですが「蓮女、うん、商人五一代記聞き書き」という書物にまとめられているんですお弟子さんが蓮女商人の先ほどのこの蓮女商人の、まあ、おっしゃったこと出来事なんかをね 箇条書き風に、まあ、300ぐらいね、いろいろまとめられた書物があるんです。でですね、その中に一つこんな話があるんですよ。今、画面に堺の日向屋という風に出しておりますが、何のことかと言いますと、これは大阪の堺というのが当時貿易の港だったんですね。その堺の 大阪の堺の貿易が盛ん、まあ、長崎もね、もちろん貿易の盛んな、それこそ文化の入り口でもあったわけですが、まあ、堺の貿易港ですので、そこに日向屋という大きなですね貿易商、貿易を営んでおられる、そういうまあ商人がいらっしゃったんですよ。日向屋さんってもうかなりのもんだったそうであります。で、一方でですね、 今度、大和の良名という方がいらっしゃったんだそうなんです。大和と言いますのは、今、私がこうしてお話をしております、奈良県のことですね、昔の言い方で大和と言いますが、大和に両名という女性の女の尼さんがいらっしゃったんです。先ほどのこちらは堺の貿易港で、 もう大層の富を築いた大金持ちと言ったらいいんでしょうかね。えー、実業家の日向屋さんという方がいらっしゃって、一方で奈良県には良明と読みますが、良明という天さんがいらっしゃったっちゅうんです。で、この二人を先ほどの、よいしょ、しょこの蓮尿さんが、このお二人を比較なさいましてね。 堺の日向屋はもうこの世で富を成した大成功した実業家だけれどもこの度死んでも仏とはならないであろう一方のこの大和の良名という方はなかなかに貧しくご苦労なさった方なんだそうですがこの方はこの度この世の命を終えたら仏になるだろうそういうことを蓮如さんがおっしゃった。 といいうにうに先ほどののの書物の中に出ているのです、ね、ちょっと,あのちょっとややこしい話からも分かりませんが、まあ、聞いていただいたらあの結構なんです。それでですね、両名はなかなかに苦しい日暮らしであったが仏となる一方、この世で言ったら何でしょうかね、もう何千億とかいうぐらいの富を成した日,日向屋さんは、 仏とはならないであろうとおっしゃった。それが伝わっているんです。で、<laughs> 今これ地図が出ておりましてね、ちょっと細かいかもしれません。見にくいかもしれませんが、左側これね、博多からって書いてあるんです。皆さんの長崎、九州からこれ、東海道新幹線です。また画面の右上の方はこれ、東京からこれね、新幹線ですよ。 で右のこの青丸は名古屋です。次の青丸は、これ真ん中、これ京都なんです。で、京都から下の方にずっと線が伸びておりましてね。で、ここに、まあ、字がちょっと読みづらいかもしれませんが、ヤマトヤギという地名が書かれてあります。ずーっと下の方に向きますと、吉野というところがあります。 ね、皆さんからするとあまり縁のない土地の話ばっかりしてちょっと申し訳ないですが、まあ、一応桜で有名だったりするような土地が吉野であります。で吉野にですね先ほど申しました蓮女商人のお子さんがいらっしゃったのです。今日もそのお寺はあるのですがこの奈良の桜で有名な吉野に んさんは子どもさんが大勢いらっしゃったんですがその中のお一人が吉野にいらっしゃいましたもんですから、はい、この地図の真ん中の上の方の青丸の京都の蓮乳商人はたびたびこの吉野にあのご下校というかお,あのおいでやったんですねでこれは今日これは施設このこちらの鉄道のレールを表しているわけですがまあこの鉄道のレールの横をずっと 道路も走っているわけですほぼほぼ同じように道路も走っています昔からそんな街道筋があるんですねだからこの京都と吉野のこの真ん中ぐらいのこの山と八木というところも往来する街道が通っておりまして実は蓮女商人が京都から吉野へ向かわれる途中に何度もここを通っておられるわけなんです はい、ですから、大和の良明というのをだんだんお察しをいただけているかもわかりませんが、はい、そんなふうにして、実は良明さんという方は、ですねその大和八木というところで、造り酒屋の奥さんでいらっしゃったんだそうなんです。で、そのと当時は、その大和八木の界隈ではまあ有名な大きな造り酒屋だったそうなんですが、 どんどんとまあ世の中が、あるいはその家庭の中でご主人が亡くなったいろいろして、どんどんまあちょっと表現はあまり良くはないのですが、今まで豪舎を誇っていた地元の作り酒屋がですね、どんどん没落というて、まあ、スライドを書いてしまいましたが、言い方は適切かどうかわかりませんが、まあ大変、まあ窮状に陥っていったようなんです。 でご主人も亡くなり、家族の方ともいろいろ別れていってですね。最終的には、まあ、お年寄りにその両名さん、女の方ですよ。なってから、孫さんと2人で、まあ、わびしい暮らしをするに、まあ、至ったんだそうであります。毎日手間仕事をして、なんとか2人、孫と2人、まあ、食いつないでいったということなんだそうなんですよ。じゃあ、その。 手間仕事って何ですかというとその当時の女性の手間仕事と言ったらこの糸栗というふうにありますが、まあ、糸ね糸巻きに糸を積むあのこう巻いていくというようなですねそういう仕事が両、まあ、明さんなさっていたそうでありますでこの下にですねまたこれ難しい字ですねこれ読めますかこれ、片びら と読むんですが着物ですが着物ね。はい。今日肩びらとか言ったらすごい贅沢な着物に聞こえるかもしれませんが、実はそうではなくて、片たひらと読むんだそうで、あの裏地のない着物のことななんです剛性な着物のことを言ってるんじゃなくて、裏地のない表1枚だけの布の着物を、これ肩、片たひらと読むんだそうですが。 ですから、両名さんは、糸繰りをしながら孫と二人、裏地のついた着,る着物を着ることができないまま、ずっとそうやって生活をしておられたと伝わっています。で、そんな両名さんのところにですね、先ほど地図を出しました通り、はい、ここの山と八木というところにですね、京都から吉野向いていくところの 連尿商人がたまたまお立ち寄りになったんですよ。ある夏の暑い日なんだそうです。今みたいに京都から奈良の吉野に行くのに、鉄道でシュッと行くとかね、何、えー、か自動車でシュッと行く、そんなわけじゃありませんので、お弟子を伴って、60キロぐらいあるん、まあ、もっとありますね、80キロぐらいあるんですが、それを歩いて向かわれたわけです。 それこそ、わらじも足に食い入るような、そんな旅路行きだったんだろうと思われます。で、暑い日ですので、もう喉が渇きますので、その街道筋にある両名のお宅に、かつては作り酒屋で映画を誇ったのかもわかりませんが、だんだんさびれてゆって、孫と二人、糸繰りを仕事をしながら暮らしている両名のところに、まあ、お坊さんの、 人がいききなり訪ねてきたわけですすいませんとちょっと水を飲ませてくださいっていうふうに求められましてねそしたら両明さんはいくら貧しい暮らしをしてるから言うだって水を差し上げるぐらいは別に問題ありませんのであそらそらあのご出家様、まあ、ご出家様お坊さんどうぞどうぞっつってこんなんでよろしければということで。 あのかけたお茶碗にまに、あ、井戸水を汲んでお出ししたそうなんですよ、うん。そうしたますとね、今度そのかけた茶碗で汲まれた水をいただく、飲む蓮女さんがですね、こうしてお水をいただくわけです。で、いっぱい飲んだらですね、傍らのお弟子の方にですね、こう回すわけですよ。じゃあ そのお弟子にね、言うわけです。お前たち、ええか、まあ、ええかとか、こんな、あの、ね、あの、俗な言い方はなさらんかもしれませんが、まあ、お前たちと。うん、今、私たちがこんな暑くて喉が渇いているときに、水を水として飲めるのは、人間として生まれたからだぞ。もしこれがガキ道であるとか、 あるいはまあ地獄はもちろんですね修羅とか他の境外やったら水が欲しいと言うて飲もうと思っても飲む途端に自分の口の前でこの水が燃え盛る炎となっていつまでも飲めずに喉渇いた喉渇いたと言うておられないのに今こうして水が水として飲めるっちいうのはこれ何という幸せなんだっちことをですね他のお弟子に言うわけなんですよ。 そしたらそのお弟子さんもですね、ああ、蓮女さんはさようでございましたですね。私たちは恵まれておりますね。もったいないことですね。ちょっとこう、水を飲んではですね、お弟子さんの間でその水を回すんだそうですよ。それを見ていた当の良明さんがですね、ああ、なんとも不思議な光景だというふうに感じたわけなんですよ。私はいつも孫と二人でこの貧しい暮らしを嘆きながら暮らしているのに、 このご出家さん、お坊さんたちに出した、出したお水には何か美味しい水、味をつけてあげたわけでも何でもないわけです。自分が普段飲んでいる水なわけです。井戸水なわけです。かけた茶碗で飲んでもらってるわけですよ。なのに、このご出家たちは不足も言わず、むしろ水が水として飲めることはこんな幸せなんだと言って、みんな喜んでるように見える。何なんだろうかというふうに思いましてね。そこから、 この良明さんと蓮如少人のご縁が深まっていったんだそうであります。それから何年にもわたって蓮如様が吉野へ京都から吉野へ向かわれるときにはね、必ず良明さんのそこに寄りましてね、そしていろいろご褒儀の話を聞かせて、そして良明さんは良明さんでまたそんなご法儀の話。 何万打仏の話をどんどん染み入るように聞いて喜んでいかれたんだそうです。ですから冒頭に堺の日向屋はまあ百千万眼持ちたれどもというふうにまあ本文の文章の中にも書いてあるんですがね大変な大金持ちであってもまあこの度死んだからといってひょっとしてまあ仏になるとは限らんだろうね。一方のこの良明さんというのは貧しい暮らしだけれども ナモ阿弥陀仏をいただいたから、ご褒美をいただいたから、間違いなく今度仏になるだろうねっていうことをおっしゃったというふうに伝わっているんです。ポイントは一つ、今画面に現れているここですね。何万マンつのお念仏をいただいたかどうかであります。いただくという言い方も、 ご理解、えー、いただけますでしょうか感じていただけますでしょうかいろいろまあ,あご縁があるかも分かりませんがお念仏何万田仏もうすみとさせていただくと言ったらよろしいでしょうか皆様も本日どうしてなぜこうして京泉寺様にお参りをくださったんでしょうか退屈だから退屈しのぎにお越しになりましたですか いやむしろいろんな用事をこう書き分けて書き分けて初めからカレンダーに京禅寺さんのこのお彼岸絵だからして丸を打ってて予定を分けてそしてお参りをくださったんじゃないんですかコロナだからといってもやっぱりお参りをさせてもらおうと言っておいでくださったに違いないのでありますこれは私がお参りしようと思ったところもありますがそれに先立って お前、何万打仏をいただいてくれよ、何万打仏を受けてくれよ、という、ちょっと冒頭で申しましたが、すでにこの世で別れたご先祖や御縁の方たちがあなた、忙しいのはわかるけれども、今日戦時に参って、何万打仏をいただいてくださいよ、仏法をおうてくださいよって言われたから、皆さん、こうしておいでくださってるんじゃないかと思います。 良明さんもそんな風に蓮女さんのお計らいその奥には阿弥陀さんのお計らいによって導かれましてねそして南蛮陀仏をいただく身となってあこの度のシャバの人,人生が終わって仏とならしてもらうぞよと蓮女様がおっしゃっておいでなんですでなんでこんな話を申し上げましたかといいますと <laughs> 実はあの私がお預かりしているお寺自体がこの良明さんが回帰のお寺なんです。でもしご興味があったり詳しくなんかご興味があったらまたねご隠住様にお尋ねをいただいたらと思うんですが、まあ、しかしこれ私今まで京仙様に3度ほどお招きに預かってそちらにね、えー、上がらせていただきましたが今回リモートです。 リモートですので、せっかくですので、もう今、この今、後ろに出てる掛け軸なんか持ってね、そちら上がるわけいきませんので、せっかくのリモートだということで、このように、まあ、私のお預かりしているお寺の両名さんについてちょっとお聞きをいただいているという、そういう事情がございます。後ろ、これ、お寺に伝わっている掛け軸なんですが、まあ、ちょっとなんとなく見てもらえますでしょうかね。下の方に えとちょっと拡大をこれはすると私が邪魔ですかね。どうしたらいいかな。この糸繰りをしている図が見てもらえるんじゃないかと思います。良明さんという、まあ、女性です。着物も粗末なものです。裏地のついた着物を着ることができなかったというそういう表現がなされています。 それからですね、これ、あの、なんか、なんだろうなと、思いになるかもしれませんが、これはですね、あの、髪の毛、えか髪の毛ですね。両明さんの髪の毛として伝わっているものです。DNA 鑑定しましたかとか、そんなことは知りません。うん、ただ、こうして両明さんの髪の毛だというふうにして伝わっているものです。 で、両名さんがですね、そんな風に仏法を喜んで、お念仏を喜んで、ご縁を深めていただ、い行かれるんですが、ある時、霊女商人にですね、いや、霊女様と、私もお得度させてほしい、お坊さんにしてくれませんか、ということをお願いなさったんです。ところが、霊女様はですね、いや、そんなお坊さんになんかなる必要はない。何万打仏をいただくのにお坊さんになる必要なんか微塵もないが、 霊能様はその、そのね、髪の毛が厚くて邪魔になるというのであれば、そってやらなくもないということで、まあ、結果的に、えー、お毒堂させて、まあ、お坊さんとなったというふうに伝わっております。その時の低髪だ、髪の毛だというふうにして伝わっています。 またこれ、鉄髪、が見ていただけますでしょうかね。まあ、こんな、まあ、何番ものだというふうに言われておりますが、こんな、あの、さんが使っておられ、先ほどの割れた茶碗とかいうのとはまた別ですけども、こんな鉄髪、り明さんが使っておられたとかですね。下の方に横に杖がっ映ってますでしょうかね。まだ、これ、杖の、 まあ、持ち手の部分だけなんですけども、こんなふうに、両、ま、名、あ、さんが使っておられたと伝わっている杖が、まあ、お寺に、まあ、こんなふうに伝わっております、まあ。私のところのお寺では毎年4月に永代経と一緒に、まあ、この回帰へ、両名さんの回帰へ、回、ね、帰ですので、回帰へというのも、 まあ、お勤めをしてるんですがその時に今皆さんに見ていただいたものを、まあ、出してですねお参りの方々に見ていただいてるんですが今回、まあ、リモートでですねあリモートだったら皆さんにも見ていただけるんじゃないかなと思って、まあ、この機会に、まあ、中はちょっと無理やりみたいなところもあ,るあ,るあ,るありますけども、まあ、せっかくですのでねちょっと見ていただいたようなことなんです。 それで私たちは今日こうしてお念仏申すあ身にまでさせていただいたじゃありませんか、ねえー。これは私が偉いから賢いから心がけがいいからとかそういうことではなしにお浄土の方からあなたどうか。 狂戦寺さんであるいはご縁のあるところでどうかお念仏の言われを聞いてくださいという願いにまあそれが私に至り届いてこうしてお念仏する身にまで育てていただいたんです。これからまあ誰もがねどれだけこのシャバの人生を暮らしていけるか誰も分かりませんが食え一所と言われるお浄土に。 共に人ところでで出会わわせていただけけるる世界があるわけです私たちの日日というのはお浄土へ向けての日日ということになります。どうかとももにこうしてお念仏の中で日日を過ごさせていただきたいと思うばかりであります。えー、この度はあお彼岸のですね、えー ご縁京泉寺様の2日目のご縁として、えー、蓮ん様のご文章に関与を伺わせていただきたいと思います。はい「証人一流のご関係の趣は新人のも ほんとせられそうろうそのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心にみだに奇妙すれば不可思議の眼力として仏の偏り往生は事情せしめたも そのくらいを一年ポッ入症状死じ,ょうしじゅうと申し訳し、その上の庄明年ぶった如来我が王女を定め玉石、御恩法人の年ぶと、 こころメキナリあなかしこ、あなかしこ、なんまんだぶなんまんだぶなんまんなぶナんンダーブナんンダーブナ